高架島韓国内における高架島の位置高架島は大韓民国のソウル特別市の北西の景気湾に位置する島。行政上はインチョ川広域市高架群に属する。日本では高架島の読みが馴染み深い。島の面積は周辺の小島を含め408平方キロメートルで韓国の島では5番目の大きさである。 韓国を代表する川の一つである観光の河口に一致する比較的平坦な島で水田や朝鮮人参畑が広がっており、最高峰は島の南にあるマニサ山で標高468メートルである。人口は7387人。かつては軽軌道高架群であったが、1995年にインチョン広域市高架群となった。 対岸の景気道金方市とは、高架大橋と、高架差し場大橋によってつながっている。このため、仁川広域市の飛び地といえる。南北急線ライン近くにあり、島の北側は海を隔てて朝鮮民主主義人民、共和国統治地域と、至近距離で向き合っている。このため防衛上、北部の一部は、民間人出入統制区域として、立ち入りが規制されている。 現に過去には北朝鮮の工作員がたびたび潜入してきていた。紀元前から人が住んでいた痕跡があり、世界遺産に登録されている史跡簿が有名である。韓国では、高架島は、ダンクン王権が初めて降臨した地と広く認識されている。マニ山頂上の北西側にある残城団は、ダンクンが断五54年に祭祀を行った場所とされ、 韓国の祝日で、ダン君ンが朝鮮を建国した日とされる、開店説には、祭りも行われているが、伝承の根拠は不明である。なお、ダン君ン神話を、初めて記述した、三国維持に、ダン君ンと高架藤を関連づける記述は、一切ない。かつての朝鮮時代においては、無本を起こした王族や、官僚たちの流刑の場としても活用されていた。 中世南道金山群と並ぶ韓国有数の朝鮮人参の産地として知られる。高架島の名産にスンムーと呼ばれる株がある。一般的には赤い株が知られるが白色のものもある。16世紀の朝鮮時代にはすでに食べられており、株の赤色から宮中料理、貴族や富裕層の料理においては赤色の彩りのための食材としても使われた。 ウィキメディアコモンズには、効果等に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。